ケンちゃんです。いっちゃんです。いっちゃんです。僕たちの遊び場。堀越さん、ここどこですか？五竜王神社です。何が強い神社？竜が祀られてる竜神さんが降りてきて、ここに祭りなさいっつって。竜王教やって。大自然だし、今日も完成。2日目でございます、今日。楽しみまーす。ケンスケ君、心清めてきてくださいね。どういう意味やねん。ほんま。すごい渋いですね、もう。え、猫ちゃんいる。何が良ければうちのレモンが案内するから。うわ、レモンって言うんですか？うん、一緒に行くのよ。すごい。レモン、ちょっと行くね。三文字しりとり、イエーイ。ラッパ、パンパン、パンツ、パンパン、セミキ、パンパン、キツネ、ドンドン、ねー。酔わない？はい、一番後ろ。一番後ろですよ、もうこれは。カメラ回してください。パンパン、目巻き、パンパン、キノコ、パンパン、子供、パンパン、モグラ、パンパン、ラッコ、パンパン、コアラ、パンパン、ライアン、パン。お題変えよう。四文字しりとり。カシミヤ、トントン。アンミカ。わパンパン。トントン。みさかいパンパン。いささか。トントン。食べろう。トントン。渦巻き。トン。金。じゃあ俺虹に向かって。お、虹に向かって。やまびこ大選手権。あの虹まで届かせないと。やっはー。用水で。全然響かんねん。ケンスケ君。やっほー。おー、惜しい。やっほー。惜しいな。反発の方がいいや。伸ばしちゃうと帰ってこい。やっは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 い、こいつ。はっはっはい、こいつ疲れてます。もう。こいつ、げんなり。ちょっと待って、旅行行くたびにこの背中、この背中見てんだよ。この背中見てるな。なんでのめりこの背中なって。ということで着きました、パワースポット。いや、すごいね、マジで。気持ちいい。大自然も大自然。すごいよ。すごいよ、マジで。もう、すごいよ。まだ雪残ってるし。じゃんじゃーん。ナイキですって。パワースポット、質。高さも見てよ、高さ。でも水が超綺麗だから。こういうところからバンジーしたいの。バンジーよ、すごいよ。すごい、気持ちいい。まだ次もあるからね。ね、楽しみまーす。肝なしバンジー。ここは、あちゃん、だって、あちゃん、だって、この人死ぬんちゃう、この人。危ない。この人死ぬって絶対。距離が近づいて。お前、だって、距離が、お前がやったよ。距離が近づいて。お前がやったよ。このゼロ距離が。お前がやった、お前がやった。謝ったよ、もう。このゼロ。チンよ。これワンパンチ。来たよ。歩いたね。あれ、さっきおった。これから来ました。来たよ。すごいね。いろいろあったね。いろいろありましたね。普通に滑って滑った。本当に。好き。調子乗って滑った。いい写真、これ提供しよう、提供しよう、これ。全然。滑ってこけた時の写真。撮んない。わ、すごい、こっちやばいよ。渓谷だ。あ、こういうとこもう神の領域やる、多分。ね。五竜王神社の竜王橋でした。入り口まで帰りまーす。ここアウトレット？ここはアウトレット。あのアウトレットに行ったんです。何買ったの？ナイキを。2月3日がイクミ君の誕生日ということで、プレゼントして。お、よかったやん、イクミ。めっちゃ嬉しいの、ほんまに。渓谷靴と普段用で。うわ、これが何？渓谷靴？渓谷靴です、ね。はい、軽くてめっちゃいいんですよ。機能性。どんくらい軽いの？ご飯粒2個分。軽すぎたら。うわ、ほら。普段用で。普段用で。僕好きなんで。これも。軽い？軽いし、どっしりしてますね、こっちは。軽い。米40個。40個？だいぶ違うよ。よし、じゃあ帰りますか。切り返すな、お前。切り返すの。お前今日マジ何した怖い、ほんと。あ、でも俺、一番やっぱ印象的な言葉があって、ゆうたろうがずっと、高キャラ文化。ケイスケ君、調子乗ってんのかね。雪の中でもさ、滑れるの。俺は滑れる。しゃってた。危ないのにさ、ポケットにさ、手
突っ込んでなんかめっちゃガニ股で歩いててさ、カーンってさ滑ってて、強化破ってんの弱いなって言ったら、何強キャラ吹いてんのずっと言ってくんの。それ雑魚キャラの優勢やあれ動画に映したかったな僕。いやマジで見たかった。俺気づいた時にはもう寝転んでたもん。ケイスケ君混乱する。俺できるけどほんまに普通にする。ほんとだ。ここはこのウェーブっこいてんのにすごいしょぼいの。江ノ島のさ、ウルトラマンのスマッとしたぶりの。うわ懐かしい。大丈夫かゆうたろう。大丈夫か。危ない。あれ以来じゃない、遊びのメンバーでこの4人が初めて、そう、育美加入で4人が行けたでもなんかまた全然変わるから。そうな、僕がさ全部いるからさ、長野旅の時もそんな男子のわちゃわちゃって感じじゃなかった。確かにまったり過ごしたの。そう、あと気になった圭介君といる時はでもどちらかというと男兄弟3人って感じだから。だから圭介その旅はガキの旅で、俺が30歳まともな旅ってことだな。誰か止める人がいない。俺が止めてなかったらまた行っちゃってたもん。行ってました、ね、でもなんか昨日のホテルの夜一日を思い出しながら寝ようとしたんですよ、うん、じゃあもう何回も笑っちゃってなんか幸せな4人で寝るのっていう話。ちなみに何で笑ったの？それ覚えてないですよ。1泊2日でも結構濃く、いや濃かったんじゃない。結構そうね、旅館に助けられたね。アクティビティが良かったから。その旅館選んだの誰？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 おい、学生の飲みのやつやめろ。これどう編集すんねん。じゃあ帰ります。え、そんな終わり方っけ？うわ、ヒット。次回とかどうしたいとかない？じゃあ言ってみなよ、トレちゃん。次回何したい？あの、翔太郎が参戦したいけど。マジ？うさくなるよ、また。あれでクリスマスのプレゼントせよ。アイスバケン、ミスカサンタさせよ。直筆も託されんな。半年に1回はどこ行きたいよね。行きたいな、まあ。なかなかこの4人がさ、1日2日会うってなかなかないから。ないない。まあ、それでさ、スキットとしてっていうのもありかもしれない。ないな。今日の旅はどうでしたか？本当にいい空気を吹き返しれて、みんなにも愛を感じて、うん、ハッピー。トリちゃんは見つかった？間違い探し。いや、すごい見つかる。